はい、おはようございます。原田農園です。今日は10月23日の月曜日です。ちょっと、2日間ほどですね、ちょっと風邪をひいてですね、寝込んでました。ということでちょっと動画が、作れてなかったんで、あれなんですが、まあどちらにしても台風が来てたんで、作業もちょっとできなかったんで、まあ良かったと思います、この時期で。はい、こちらですね。はい、見てください。ブロッコリー畑なんですが、ブロッコリーを植えている圃場なんですが、もう草がですねすごくて、でしかもこの雨でまた水が水がすごいです。ちょっと徐々に除草作業をしていかないといけないと思います。こちらも水すごいですね。はい、という感じです。ということで今日も頑張っていきましょう。はい、玉ねぎをの、苗を作っているハウスですが、もう出荷できるぐらいになってきました。徐々に、こちらはですね、100本で束ねて、徐々に出荷していきたいと思います。こちらも草がすごいですね。はい、じゃあ徐々に出荷していきます。はい、アイスプラントのハウスです。結構ですね、もうマルチが見えなくなってきた感じですね。もうだいぶ収穫できそうな感じなので、次々ですね収穫して出荷していきたいと思います。はい、中にはですねちょっとこういう弱った、株もありますなんですが、まあ、ほとんどが元気な株なんで、弱った株はですね植え替えるか、まあ、回復を待つかしながらですね、収穫出荷していきたいと思います。はい、アイスプラントのハウスでした。はい、こちらネギの圃場です。やっぱりですね結構風が吹いたんですね。ネギが一方向に倒れてます。ちょっと病気になってはいけないので、今日か明日のうちにですねちょっと防除していきたいと思います。はい、このまま白菜の大根と白菜の圃場ですが、水が溜まってます。水抜きの溝は掘ってるというか切ってるんですが、水が溜まってますね。もうこの長雨にプラスこの台風でちょっととどめを刺すような感じで水が溜まってます。最悪な状態ですね。大根ももしかして、ちょっと腐りそうな感じですね大根も。まあ今のところ大丈夫みたいですけど、
ら風も強いです。このように動きって水が流れるようにはしてるんですけど、なかなかですね、水は流れてますけどまだ吐ききれてません。はい、補助全体の様子でした。はい、最高気温がですね22度ぐらいです。最低気温は11度です。まだ10度は切ってませんね。今年は1回ほど10度を切りましたが、まだ、今のところ10度は切ってないみたいです。でもこの台風が過ぎるとですね、また一段と寒くなるということなので、10度は切ってくるんではないでしょうか。はい、本堂を紹介しました。全部取るししょうがない、やらにはいけん。白菜取り行っとるけ迎えちゃったけ、軽トラで、うんうん。はい、原田農園はこんなに大きい白菜が取れました。重量もだいぶあります。はい、それじゃあちょっとこれ測って、はい、3.1 キロぐらいですね。はい、3.1 キロぐらいですね。まあまあ白菜が収穫できました。こちらもですね、出荷していきたいと思います。こちらは無双ですね。無双白菜です。はい、でこちら出荷していきます。今日、どこにあるんですか？